はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきたいと思います。今日はですね、スカウト確定組み合わせで、ウェールズの超エースストライカーベイルの紹介していきたいなと思います。レアルマドリードの選手です。リアルでもバカバカ強いです。はい、ということで、ベイル選手180センチ27センチ、ごめんなさい、183センチ27歳と、はい。で、どこでもできますね。左サイドバックもできるっていう謎の、性能です。はい。で、これ1レベルの時の能力になります。1レベルでこれかよっていう、キック力、スピード、瞬発力も全部緑ですと。で、コンディション安定度も6で、このあたりもう全体的になんか平均がめちゃくちゃ高いっすね。はい、もうなんか今のトップレベルですよね、やっぱ2017だと。で、スキルはこんな感じ。ルーレット、軸裏ターン、無回転シュート、アクロバティックシュート、バックスピンロー、ピンポイントクロス、アウトスピンキック、マリシア、闘争心と、これメッシと同じくらいありますね、スキルの量。いやー、すごい、めちゃめちゃ強いと思います。僕もすげー欲しいなと思ってて、その理由がいつだったかな、オンラインかなんかで潜ってた時に、もうベイル早すぎて全然ついていけなくて、いやー、これかと思って思ったのをすごく覚えてます。なのでベイル僕も欲しいんですけど、まあなかなか簡単に手に入らないので、まあスカウトで当てるか、まあガチャでいつか引けたらいいなぐらいな感じで考えてます。はい、ということで早速スカウトの組み合わせ紹介していくんですけど、まずですね、今回は2種類2パターンご用意しました。で、まず1個目のパターン A が、レアルマドリード MD ホワイト所属チームに実は2つで確定になるパターンで、国籍地域ウェールズ、もしくはポジションライトウィング、これで確定になります。まあ、ウェールズはまあそんな感じでしょって感じなんですけど、ライトウィングも実は MD ホワイトって1人しかいなくて、ベイルのみで確定になるという形になります。はい、2つで確定できるとやっぱいいですけど、ライトウィングは、メッシも必要なスカウト、メッシのスカウトでも必要になってくるので、多分かなり高騰すると思うんですよね。なのでウェールズとかの方がいいかなと思います。ちなみに僕今ウォッチリストから見てるんですけど、ウェールズでこんな感じ、ウェールズで、まあでもこれちょっと最終価格高騰しすぎなんで、まあ10万から15万の間ぐらいですかね、な感じはします。でも15万とかつあと MD ホワイトゲットしてもらえればベイル手に入ると思うと、全然、まあ、安いとまでは言い切れないですけど、コスパとしてはすごいいいかなと思います。はい、で、次早速パターン B って言います。パターン B はですね、ウェールズにライトウィングを足してもらいます。で、そうするとですね、ウェールズにライトウィングってもうベイルとあとアレクサンダー・ブレイっていう選手の2択になります。なのでベイルに満たしてて、アレクサンダー・ブレイに満たしてないものを全部掛け合わせてもらえればいいので、最後4択で左足もしくは25から29、もしくはリーグスペイン、もしくはキック力と、これで確定になります。はい、なのでこっちの方がまあ、いやそうでもないですね、ちょっと分かんないです、どっちがいいかっていうのは分かんないですけど、まあ最後はいろいろ選択肢ありますという形になります。はい、で僕が確定をしっかり見てきたスカウトで言うと、こんな感じの組み合わせご紹介させていただきました。はい、ということで、今日はベイルだったですが、いかがだったでしょうか。実際オンラインで見る限りとか使ってる人の感想を聞くとめちゃくちゃ強いと思うので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、ということで今日は動画以上で終了になります。はい、あ、ごめんなさい、ちなみに今回の、動画はですね、日野健さんからいただいてたのと、あと何名かリクエストいただいてたと思うのでご紹介させていただきました。はい、ということで、今回は、紹介以上で終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。